素晴らしいっすよこれ。あ、いい魚よー。11月の第4週突撃トイフサバスリブ。もう4週、もう4週ですよ。あと1ヶ月でもう今年終わっちゃいますよ。おー、やばいね。もう寒さも厳しくなって、朝もだいぶ寒くなってきましたね。なりましたね。超過ノート見るとだいぶ渋そうな終わってます、ね、感じでしたけど、バスは死にました。なるほど。で、そんなあの11月第4週ですけど、なんか伊予さん、はい、珍しいものつけてるじゃないですか。今日はですね、重めのチャタを巻けるようにいつものフロックロットのラインを細くしてきました。お、ちゃんとリーダーも組み、珍しい、やべえ、珍しくチャタを巻くんですね。お、奇遇ですね。僕もですね、実はメタルでデコりそうだったんで、じゃあメタルがダメなら僕はスピナーベイトで巻いてやろうかなと。奇遇なのそれ。いやいや、同じ巻きじゃないですか、まあ、どうせ難しいなら巻き倒してやろうと、ある意味デコ動画になりそうですよ、という、そんな感じの11月の第4週突撃トイフサバスリブ。じゃあそれではスタートしますか。じゃあスタート、パワー。朝一、水温 15.07。 だんだん冷たくなってきました。朝一はスピナーベイトでやっていきたいと思います。あれ、これどこの桟橋？あそこに引っかかってたやつ。あ、前あそこにあったやつ。やば。いやー、すげえいいバスじゃないですか。素晴らしいっすよこれ。あ、いい魚。やば、いや、これ超いい魚ですね。お、おー。いや、めっちゃぶっといっすねこれ。あ、死の鐘が鳴った。ダメだこりゃ、死の鐘が鳴ってるよ。さあ、釣れない時のキャスト練習、あそこの川に入れたいらしいですよ。伊予選手、1投目です。はい、おお、入った。あ、お疲れ様でした。バツバツ。今日もまたクソ動画作りましたね。何本言ってみ、みんなの前で言ってみ、聞いちゃいますか、言ってみ、早く。カンデコです。そんな伊予さん、何本一本ですか。え、一本一本、お前1と0だいぶ違う。11月の第4週の突撃トイフサバスリブですけれども、まあとりあえずやっぱり厳しかったですね。でも動画に出てますけど、某軍団が、某軍団がとんでもない超過を叩き出して帰ってきましたよ。50アップ絡みの403本ぐらい撮ってましたよ。さすがですね。さすが、はい、もう僕らもちょっと修行しないといけないんですけれども、まさかの来週あるチャンネルとまたまたコラボということで、ええ、その時の対決のために今日すごいのもらっちゃいましたね。もらっちゃった、秘密兵器をもらっちゃいましたね、うん、まさかのご縁があり。あのワームは俺しか使えない。多分伊予さんしか倒がないです。そうだね、はい、サオもそうだし、多分続かない。確かに飽きたって。いや、でも伊予さんのちょっと兵器をもらっちゃいましたよ。彼を倒すためにどうしようと。あれで釣るまで他の捕まない縛りでいくよ。マジっすか。マジマジ。じゃあちょっと頑張ってもらってお願いします。そんな感じで11月第4週これで完ということでよろしいでしょうか。よろしい。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。